はい、皆さんこんにちは、まとば TV です。で、今日は何のお話なのかっていうと、これです。ほい、これライカ Q2 カメラのお話ですね。で、一応まあライカの比較動画とかレビュー動画っていっぱい出てるので、まあ、ライカとソニー比べますとか、あの富士と比べますとかっていろいろ出てるので、別に僕はあのこういう比較動画はなくて、ライカいいよっていうすごいふわっとしたテーマです今日は。次はもう写真のスライドショー、ライカで撮った写真のスライドショーが流れてくるので、こういう写真が撮れるんだなみたいな、一緒に楽しんでいただけたらいいかなと思います。で、そもそもなんで僕はライカなのかっていうと、あのライカと出会ったというか興味を持ったのはあれなんですよ、007なんですよね。007のノータイムトゥーダイっていう、あのダニエル・クレイグがあの主演を務めた最後の作品なんですよね。実はこのライカ Q2 が出てくるんですよ。情報交換をするみたいな、そういうシーンがあるんですけど、そこに実はポコッとあの小道具として一つ置かれてるんですよね。で、それを別の何かのインターネットの記事とかで見て、あ、そうなんだ、僕007の世界観がすごい好きなので、あ、この世界にちょっと近づきたいなみたいな。で、乗りたい車もやっぱりアストンマーチン乗りたいっていうあの夢があるので、まあ、007どっぷり僕はちょっとやられてるんですよ。で、まあそれでライカもう昔から知ってはいましたけど、じゃあどういう写真が撮れるのかなと思って、まあ、出張先のね、大阪だったり東京だったりとかで、ライカショップ、沖縄にはライカショップがないので、ライカショップ行って実際触って写真こうカチャッと通らせてもらって、やっぱりすごくいいなってなった時に、ね、またもう一つ夢が出てきて、その子供の写真だったりとか家族の写真、子供ができたらちょっとライカで撮りたいなってっていうのがあったの で、それでいざもう息子くんが生まれてくれまして、で、じゃあそれをもうライカで撮ろうと思って購入しました。これいくらぐらいだったかはもう調べてみたら分かると思うんですけど、大体なんか中古のいい感じの軽自動車1台分ぐらいは買えるというものです。これ2回ぐらい落としちゃってるので、落としてもやっぱ壊れないんですよね丈夫なんですけど、じゃあ一応どういう写真がこのライカ Q2 で撮れるのかっていうのをあの皆さんに今から一緒に見ていきましょう。で、まあ、ここからスライドショーが流れるので、ちょっと見ていただけたら僕も嬉しいです。実際そのライトルームとかフォトショップとかで、まあ、ちょっと加工もしている写真もあるんですよね、まあ、っていうのも僕はお仕事からそう言ってあのフォトグラファーとしても活動するので、広告写真を撮ったりとかもするので、やっぱりこの撮った写真は補正ありきで出すっていうのがやっぱりちょっとその思いとか信念としてあるので、まあ、ちょっと加工というか補正はしてますけど、はい、でもそんなにがっつりやってるわけではないので、もともとのこの、 あの素材がいいっていう、ライカで撮った写真の素材がいいっていうことなので、それのプラスでちょっとだけ色味だったり明るさをちょっと補正してるって感じです。いくつかスライドを出していきますんで、ぜひ一緒に見ていきましょう。どうぞ。